今日は実写系モデルであるオープンブラーについてご紹介します。現実にいそうな可愛らしい女の子を生成したい方にはおすすめのモデルですので、 AI グラビア生成などに興味がある方はぜひ最後までご覧いただけたらと思います。こちらのチャンネルでは画像生成 AI に関する様々な動画を公開しています。まだチャンネル登録していない方はチャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みにもなりますので、よろしくお願いします。それでは早速オープンブラーについて紹介していきます。オープンブラーは BRA シリーズの作者の方が作成されていたモデルであり、 BRA V4 から BRA V5 の時期に制作されていたモデルかと思います。BRA シリーズは BRA V6 から生成される画像の雰囲気が一気に変わり、 V6 が好きという方もいれば V5 以前の雰囲気が良かったという意見も見られるなど、それなりに賛否両論見られる進化だったかと思います。 BRA V5 も BRA V6 も私はどちらも好きなモデルですが、比べてみるとなかなか面白いモデルなので、もし BRA を試していない方はぜひ試してみてください。現実にいそうな可愛い女の子を生成したい方にはおすすめのモデルです。少し話が逸れてしまいましたが、 BRA V4 から BRA V5 の時期に制作されていたモデルであるオープンブラーはこの BRA シリーズとは別物となっているモデルですが、 BRA V6 で実現したより現実的な可愛らしい女の子を BRA とは別のやり方で実現させようとしたのがこのオープンブラーという印象です。そんな経緯もあり、オープンブラーはかなり現実的な女の子が生成されます。ちなみに同じく実写系モデルとして有名なブレーシングエボミックスはこのオープンブラーをマージモデルとして利用していることで有名です。ブレーシングエボミックスにはブレーシングエボミックス、ブレーシングエボミックスアナザー、ブレーシングエボミックスファストという3つのモデルが存在しており、アナザーとファストは比較的使いやすいモデルですが、ブレーシングエボミックスは割とじゃじゃ馬感のあるモデルとなっています。良い感じにはまると素晴らしいものが生成できますが、癖は強くなかなか乗りこなすのが難しいモデルでもあります。そんな癖の強さはオープンブラーからも感じることができ、良い感じの画像を生成しようとすると他のモデルに比べて難易度は高い印象です。特にサイドや明度のムラをうまく制御するのが難しい印象はあります。しかしうまくはまった時はかなりリアルで良い画像が生成できるので、その辺の街角にいそうな可愛い女の子を生成したいという方はぜひチャレンジしてみてください。また BRA シリーズの作者の方は現在 BRA V7 や SDXL 対応モデルに関する投稿を X 上で行っているので、今後また新しいモデルが出てくる可能性は高いです。今後の進化も楽しみですね。それでは今日の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。